あれは爆弾を背負って歩き回る骸骨なんて初めて見たよ。アンデッド、どうしてあんな奴が市場にいるんだ。私が追っていた奴だ。このまま放置していると危ないぞ。市場みたいな人が多い場所で爆弾が爆発なんてしたら大変なことになるぞ。聞きたいことが山ほどあるが、今は。あれ、お前たち。団長が決めたんなら。これ以上刺激するのはまずい。あの爆弾を止めるには。おい、ちょっと待ってくれ。いくら俺の盾が硬くても、あんなにでかい爆弾まで耐えることは。男のくせに口数。なんだと。うわぁ、ウィグル、すさまじい力だ。六三七がつこのくらいなんだ。あれ、なんか焦げたよ。ウィークルー、爆発するぞ。蹴りをつけてやる。発射。カーソン様のお出ましだ。行くぜ。ウィグル。
お前たち、もしかして七魔星？六魔星なら聞いたことがあるが、七魔星…そういうこともあるさ。奴は偽装の天才だって話だからな。七魔星、呪われた七番目の星、この世を混乱に陥れる存在。私は奴を追いかけ、その七魔星って人捕まえればいいものがもらえるの？途方もない量の肉。あ、いや、それは問題じゃないんだ。見ての通り、奴は目的のためならアンデッドでさえ利用するんだ。早く奴を打ち倒さないと、世界中に災いが降りかかるだろう。その懸賞金、そんな金額、生まれて、そいつさえ捕まえれば、俺の鎧と武器は全部し、折れた槍も修理して、外出着も買っても、やっぱり私一人では力、それで、一番の人たちを助けて、肉もたっぷり、偶然だな。こちらも仲間、君のような人材なら申し分。本当に滝よーし、私についてこい。こちらにおじいさんが一人いらっしゃいます。なんだって、この辺には七魔星がいるんだ。おじいさん、ここにいると危ない。七魔星という機…おい、そんな小さい声で聞…おい、じいさん、ここに七魔星という悪党がいるんだって。七魔星だよ、七魔星。その名、まこと久し…まさか、あのおじ…しまった、七魔星が…お前ら、どうやってここに入っ…罠か、戦うしかな…くそ、よぼよぼのじ…迷うな、あいつは本当の姿を…ウィグル、お前、いつから…ウィグル、そうか。
ウィグルウィグル、はぁ、はぁ、発射。私だってできるんだもん。いけて、死ぬ。勝った。やっと七魔星を倒したぞ。傭兵団発足と同時にこんな大物を倒すとは、さすが俺様だぜ。どう考えても不自然だ。この人が本当にあなたが七魔星ロッテルダム市まで7。そうだ、お前ら老人に ここは父が気楽に安く、そこに押しかけてきて攻撃するな。ベアトリス、待ってくれ。じゃあ七魔星の噂。七魔星は市場の皆が星のように長く生きるよ。私はそんな。ふーん、わかった。どうか穏便に。そんな。痛った、腰が。父さん大丈夫か。すぐにでも。そういうんじゃ。はい、これは。え、父さん最近。それがじゃな、運動をたくさんした。そうなのか。今だ、全員撤退。目的地はウイグル。どうやら礼を言わなきゃいかんようだな。あれ、あいつらどこに消えちまったんだ。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。Thank you.
戻すために。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。見せてやろう、最強の力ってのをな。楽しませてくれるのか。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。Thank you.
定めて射抜く。それだけ。招待した覚えはないけど、まあいっか。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。悪を切り捨てるのみ。私を取り戻すために、女よね。そう、パーフェクト。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。
言葉はやっぱり創造の神様は私。必殺技を披露する時ですね。招待した覚えはないけど、まあいっか。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。必殺技を披露する時ですね。グレイ、耳にしたことはないか？言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私。